放浪記、林芙美子。私は宿命的に放浪者である。私は故郷を持たない。父は四国の伊予の人間で、母は九州の桜島の温泉宿の娘である。母は他国者と一緒になったというので鹿児島を追放されて山口県の下関というところに落ち着いた。私が生まれたのはその下関の町である。ふるさとに入れられなかった両親を持つ私は、したがって旅がふるさとであった。12月末日、暇が出るなり2週間余りも住み込みで働いて金2円なり。どうしようかな、どうにもならないじゃないの。夜、新宿の朝日町のキッチン宿へ泊まった。1泊30銭で私は泥のような体を横たえることができた。夜中になって不意に障子が開き、髪を胃腸返しに結った見知らぬ女が私の布団に入ってきた。後から刑事がやってきて女との関係を聞かれた。1月末日、さあ素手で何もかもやり直しだ。市の職業紹介所の門を出ると天満行きの電車に乗った。紹介された先は毛布の問屋で、私は女学校卒業の女事務員です。どんより走る街並みを眺めながら、私は大阪も面白いと思った。誰も知らない街で働くこともいいだろう。7月末日、魚屋の魚のように寂しい目覚めなり。4人の女はドロドロに崩れた白い液体のように一切を休めて眠っている。カフェに勤めるようになると男に抱いていたイリュージョンが夢のように消えてしまって、みな一山いくらに品が下がって見える。別にもうあの男に稼いでやる必要もないゆえ、久しぶりにふるさとのしょっぱい風を浴びようかしら。8月末日、岡山に着いたのが9時ごろ。橋本ではみんな起きて涼んでいた。1ヶ月ほど前に岐阜も母も尾道に戻っているというのでがっかりする。一晩厄介になって明日の早い汽車で尾道に行くことにする。橋本は岐阜の姉の家なり。金がないので勇気を出して借銭を申し込んで、おばさんより2円50銭借りる。橋本の娘の2人の女学生は急に軽蔑したような目で私を見ている。この目が一等嫌なのだ。私はまるで犯罪人になったような裏ぶれた気持ちで昼の駅へ行く。10月末日、明日はとても嬉しいんです。少しばかりの原稿料が入ります。それで私は行けるところまで行ってみたいと思います。何のために旅をするとお思いでしょうけど、とにかくこのままの状態では私は破裂してしまいます。行くところまで行きます。おしまい。補足。職業を転々としながら生きる様子が日記体で書かれています。文章には独特のリズムがあり、芙美子の意志の強さや行動が伝わってきます。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。